は刀鍛冶なんだがな、戦場に連れてきてどうしやがる。セイバー千治村正、召喚に応じ参上した。ただの鍛冶師なんだが、疑似サーヴァントってことで武士の真似事もできるようだ。俺の霊気は現代人をよりしろにしたものだ。村正のままだと、よほどのジジイが出てきちまうからな。英霊村正は、技量だけをこの体に下ろした。なんで、こうして話してる俺の人間性は村正のものじゃねえ。じいさんまで生きた、そいつの性格なんだよ。行け！しかし、俺と同じ理念、武器の貯蔵は人生、十分だ。俺に負けない頑固者がいたとはな。武器の貯蔵は十分だ。一つ二つ、一つ二つ、一つ二つ、武器の貯蔵は十分だ。一つ二つ、活躍しやがれ。剣の鼓動ここにあり。いい弟子ができたからかね。弟子より前には死ねねえよな。武器の貯蔵は十分だ。神髄解明、完成任務、種族、鍛造技法、臨界、すなわち宿業からの解放なり、メイドの土産に拝みやれ。これが俺の黙れ、そして腐れ。姫技、本気の弱点。一度下された審判は覆ることはない。私に逆らうことがどれほど愚かなことか、死をもって知れ。姫技、私だけを見てくださいね。審判の時は厳粛でなければならない。